皆様こんにちは、れいこやんです。ご視聴どうもありがとうございます。先日私がテレサ天の償いを YouTube にアップした時に、実は私の友達からそんなに手元に来てすぐに曲を弾けるようになるのはおかしいんじゃないか、もっと早くから練習してたんでしょうと言われてしまったんですけれども、そんなことはありません。私は5月の誕生日の私の誕生日のために、その前の月に夫がウクレレを購入してくれたので、そこから練習したわけなんですけれども、なぜたったの1ヶ月も経たないうちに、ちょっとあれはかなり下手っぴですけれども、なんとか YouTube にアップできるまでに弾けるようになったのかというお話を今日はしたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずウクレレが手元に届いた時に、一緒にこちらのチューナーが入っていました。ただ使い方がよくわからなくて、実はこういうふうにここにクリップで止める方式のものなんですけれども、こうやって入ってた箱に入ってたんですけれども、どうやって使うのかわからなくて、私はこんなところにくっつけたり、ここかなここかなといろんなところに挟んでみたんですけれども、どうやら違って、それをどうしよう、どうやって調べようと思った時に YouTube が便利でした。で、 YouTube でとりあえずウクレレ初心者のためという、YouTube 動画があったんですけれども、最初に見たものは、ごめんなさい、失礼ながら、高度すぎて、初心者向けって言ってお話ししてるんですけど、ちょっと高度すぎて、本当に本当に初心者の私にはちょっと話の進行も早いし、よくわからなかったんです。そして次に他の方の初心者向けの動画を見つけて、その方がとっても詳しく説明してらっしゃったので、この中段の使い方がすぐわかるようになったのと同時に、覚えやすい、その方の説明は一度聞いたら忘れないような説明をきちんとしてくださってたので、この中段もすぐに使えるようになりました。ちなみに音を合わせます。して中段がですね、緑色になったら、ちょっと一弦がいまいち、あ、大丈夫かな、こんな風にして緑色になったら音があったということなので、電池がもったいないので切ります。それでですね、そのとても分かりやすくて、私が今でも毎日チェックしているその動画は、すぐに調べれば出てくるんですけれども、簡単ウクレレ教室のガズレレのガズさんです。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズさん、私は勝手に尊敬してガズ先生と我が家では呼んでいますけれども、ガズ先生の動画は本当に初心者のことをよく考えていて、分かりやすく丁寧に何度も何度も分かりやすく説明してくださるので、これからウクレレを始めようと思っていらっしゃる方にはおすすめの動画です。はい、私は
毎日少しでも時間を見つけてウクレレの練習を必ずしています。それで必死になってテレサ天の償い以来また YouTube に何か動画を上げたいと思って必死で練習した2曲を今日は披露させてください。よろしくお願いします。ちなみにですね、ここにこうくっついているカポタストはこれは最初からついていたのではなくて最近私が自分で購入したものになります。これは何のために使うかというと、これをつけないで弾くとちょっと音が低めで自分に歌いづらいなと思った時にこれをつけることによってちょっと音を高くすることができます。ではまずハワイアンソングのカイマナヒラを弾きたいと思います。よろしくお願いします。2曲目は同じくハワイアンソングのアロハオエを弾きます。実はまだ歌詞を完璧に覚えていないので足元にあるアンチョコを見ながら弾いてみます。ハワイを皆様いかがでしたでしょうか。カイマナヒラとアロハオエでした。まだまだ全然下手っぴなんですけれども、なんとか最近はこうなんて言うんですか、最初は親指だけでボロロローンと弾いてたんですけど、最近こういう奏法ですとか、ちょっとこれ外しますね。最近はちょっと音が変わります。最近はこう親指以外の指でこうと弾いたりとか、こう
ちょっと下手、全然下手なんですけど、チャンチャチャンチャチャンチャンチャチャンチャチャンなど弾けるようにだんだんなってきました。あとは。アルペジオも練習中です。そして次に次回皆様に披露したいと思っている曲はディズニー映画のリメンバーミーなんですけれども、これがちょっとまだ抑えきれてないコードがあるので、本当はリメンバーミーの方が先に練習してたんですけれども、次になってしまいそうです。はい、ではこれからもまだまだ練習していきます。同じくウクレレ初心者の方いらっしゃったら一緒に頑張りましょう。はい、では皆様これからも練習しますので応援よろしくお願いします。できましたらチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回、ありがとうございました。